現在の障害防止法では各施設で扱える放射線量、各種などは決められています東大の27の,そのいろんなセンターを導入して、現在、南相馬などの支援を行っていますが、多くの施設はセシウムの使用権限なんか得てよりません、車で運搬するのも違反です、しかしながらお母さんや先生たちに高戦量のものを渡してくるわけにはいきませんから、今の東大の除染ではすべてのものをドラム缶に詰めて東京へ持って帰ってきております、受け入れも法律違反、すべて法律違反です。 このような状態を放置しているのは国会の責任であります。全国には、例えば国立大学のアイソトップセンターというのは、ゲルマニウムをはじめ、最新鋭の機種を持っているところがたくさんあります。そういうところが手足を縛らいたままで、どうやって国民の総力を上げて子供が守れるでしょうか。これは国会の完全なる怠慢であります。第三番目、国策として土壌汚染を除染する技術を、民間の力を結集してください。これは、例えばトーレだとかクリタだとか、さまざまな化学メーカー、 に必要だ,テクノルだとかアトックスというような放射線除去メーカーそれから竹中工務店なんかさまざまなところは放射線の除染などに対してさまざまなノウハウを持っていますこういうものを結集して現地に単ちに除染研究センターを作って実際に何十兆円という国費がかかるのを今だと利権絡みの公共事業になりかねない危機を私すごく持っております国の財政事業を考えたらそんな余裕は一瞬はありませんどうやって除染を本当にやるか7万人の人が自宅を離れてさまよっているときに 国会は一体何をやっているのですか以上です。